今日はナショナルカップ、はい、ラジデ名古屋で開催ということで、今終わったところでね、はいはい、アクソンの三原さんと祖父江昭夫選手に来ていただいてもらって、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、します。ナショナルカップが終わって、まあ、祖父江さん圧勝で、あとはストッククラスも、はい、アクソン TC ペン2が、ね、はい、野村選手が、まあね、はい、大健闘してくれましたね。まあ、アクソン的には、まあ、万々歳の、あ、もうありがたい話で、はい、とても嬉しいです。で、あのマシンの方は昨日祖父江さんに見せてもらってるので、うん、はい、まあ、一応それは別の動画でやれると思うんですが、はい、まあ、今回は、まあ、国内のこのナショナルカップが終わって、はい、9月に世界選手権があるということで、はい、ちょっとあのアクソンチームとしてどんな感じでやってるのかみたいな話を聞ければなと思って、よろしくお願いします。もうすでに今年は、イタリアで9月に開催ということで。そうですね、イタリアのグッピオという、まあ、ところにある、はい、あの、まあ、とてもね素晴らしいね、そうですね、キットで、うん、アウトドアなんですけどね、もちろんね、はい、あ、もうすでに1回テストに行かれたということ。そうですね、先月にちょうどあの、Xレイの、はい、あのイベントレースがあって、はい、で、まあ、あの世界チャンピオンとねブルーノも来るということだったんで、はい、まあ、あの一度ちょっとそのレースに、ね、挑戦してみようということで、まあ、テストも兼ねて、はいはい、先月行ってきました。その時は祖父江選手と石岡選手も行ってた。いや、その時は、2人で、あ、私が同伴で、はい、有沢さんと祖父江選手で行って、はい、1週間ぐらいだとね。そうですね、1週間、ちょうど1週間か、うん、そうですね、1週間ありますね。イタリアは結構電動のアウトドアコース、いや、基本エンジンカーが多分メインだと思います。はいはい、あ、うん、ピットレーンとかも、まあ、よくあるヨーロッパ型の芝生があってっていう感じの。昼休みコース内でサッカーやってますけどね、この前が。そんなノリなんですか。そうですね、あのレース中もですよ、ランチタイムとか、ランチタイム合間の時間に急にサッカー始めちゃう。そこであの路面がどうのとか切れたりする人はいない感じです。じゃないです。それはイタリアだからっていう感じもあるんで、ね、どうなんだろう。まあ、でもそれでも路面は安定してたから、うん、なんかそれでなんか路面が変になるって感じじゃなかったですけどね、やっぱりね、うん、まあ昔は祖父江君もよくここでサッカーしてたんで、子供の頃は。いや、耳が痛いです。大人になりました。レース後よくどっかんどっかサッカーしてたんで、はい、怒られましたね、役ね。ああ、そうですか。じゃあもうそれに向けて世界戦、まあそうですね、まあ世界戦に向けた、まあそのまあ取り組みの一つとして、まあ実際ね、走ったことないところにぶつけ本番で行くっていうのもね、なかなか勇気がいると思うんで、まあ、あのテストも兼ねて、まあ、車の開発も兼ねて、まあ、行ってきたかな。じゃあ、現行の TC ペン2を、はい、もうセッティングを煮詰めながら、そうですね、いろいろもう現場に合わせて対応するパーツの開発も兼ねて、はい、いろいろやってきたって感じで。そうですね、はい、そうだ。じゃあ、まあ、一回行ったそのデータを生かして、うん、またいろいろ部品を作ったりって感じでやってる。そう、まあ作るまでいくかどうかはまあ置いといたとしても、まあそこからこう、まあいいところと、まあ悪いところをうまく積み分けして、で、まあいいところだけ、まあフィードバックをまあ整理していきたい、まあ、このまあ、マシンのまあ新たな、まあプレートになるパーツが、まあ作れれば、いいのかな、はい。はい、ね、はい、祖父江選手的にイタリアのコースはどうだろう。ポッと行って、まあ、最初入って朝一はガメラスピンしてましたよ。本当に食わなかったんです最初。一、まあ、人だけだったの。一人だけだった。そう、だから最初のお客さんがいなくて、3日間は一人ぼっちだった。じゃあ頑張って自分で路面上げてた。もう全部自分の力で頑張るしかないみたいな。で、まあ最初行った時は本当にグリップしなかったと思うんですよ。でも、まあ、最初はあれだったんですけど、まあ、でもすぐ慣れてきて、で、まあ、路面も少しずつ安定して、で車も、まあ、だんだんセッティングを煮詰めていって、まあ、走りやすくなって、で最終的にはまあ自分の手につくような車になったって感じですね。はいはいはい。じゃあ、まあ、一回行って、まあ、ある程度セッティングも方向性も見えてっていう感じで。そうですね。まあ、まだまだ9月までもう少し時間があるから、はい、まあ何とも言えない部分は多々あるんですけど、まあでもまあ、現段階でまあどういう、まあ方向性で、まあ、セットアップを進めるだとか、
マシンの改良するだとかっていうところは、まあ、吸い上げてこれたのかなとは思ってました。はい、じゃあまあそのデータを今持って帰って、もう一回テストに行かれるというそうですね、ちょうど来週から、再来週に、ETS が、はい、オーストリアでな、そうですね、オーストリア、うん、であるので、まあ、海外のレースもやっぱりこう参加してもらいたいから、まあ、その ETS に、まあ行くのがまず出資で、で、まあ、せっかく向こうに行くんだったら今結構渡航大変じゃないですか。あ、そうですね、はい、乗り継ぎしてっていう、まあどうせ苦労していくんだったら、まあその手前で、まあ4日でも5日でも世界戦のコース、まあイタリアとオーストリアってちょうど隣同士になるのかな、近いから、はいはいはい、うん、まあ歩いて行ける距離じゃないけどね。あ、まあ、でもまあ日本から行ったついでという意味では、うん、まあまあ効率はいいかなというところで、でまあ、テストも兼ねてもあるし、でやっぱりそのドライバーとして、まあ祖父江選手、まあ、あと石岡隼人選手もね、はい、うん、今回、一緒に行こうということになって、はい、あ、じゃあまあチームアクションとしてはもうドライバー祖父江選手と石岡選手の2人で、はい、世界選手権にね挑もうと思っているので、はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともう来週から、そうですね、はい、まあまあ今週ですね、実際週が変わってるんでね。そか、はい、はい、まあちょっと今日はね、さすが打時点だともうぶっちぎりの祖父江さんでしたけど、さすがにやっぱ世界選手権となるとね、またちょっと、いや、やっぱりね、なかなかその強敵だらけでね、実際にはぬるいこと言ってらんないし、まあ、はい、まあそこはね、もう我々言わなくても、まあ2人ともね、うん、しっかりとまあ意識持って普段からこう取り組んでくれてるんで、はい、まあその頑張りがね、花開くように、まあ我々はまあベスト尽くして支えたいな、まあそんな気持ちでいます。はい、ありがとうございます。まあちょっと祖父江さんがね、アクションに移籍しちゃったら結構ニュースになったと思うんで、はい、まあ、正直なところ、はい、僕もだいぶ聞かれたんですけど、まあもうアクションさんとして完全に祖父江君を迎えて、ちょっと世界に挑む、うん、世界を取る気で行くぐらいな感じで、まあそうですね、まあどこまでで本当挑戦の2020年、22年かなと、まあ位置づけていて、はい、まあどこまでできるかっていうのは本当にわからないから、でもやるからにはやっぱり目指したいし、そのまあ目指すのがね、どこまで通用するかっていうのが、まあ我々の、今年の、まあ、大きなチャレンジだな。そうです。まあまあちょっとマシンからしてね、もう三沢さんの性格も含めて妥協する感じは全く見受けられない。そんなことないですよ。結構意外にやりますよ。そうですか。いやいやまあまあ三沢さんの本気ぶりはもう十分僕らは近くで見て分かってるんで。ありがとうございます。はい。はい、まあなのでまあその辺はちょっとアクションはもうチームとして今年の世界戦に。そうですね、はい、全力投球するということで、うん、まあ、もちろんね、世界戦に出ることは当然その大きな野望でもあり目標でもあるんですけど、はい、とはいえその実際にね、いい、まあ、車作りだったり、製品作りっていうのがね、主たる目的になるんで、まあその世界戦を経てから、どういうどこまで何をこうフィードバックできるかっていうのは、とても大事なのかな、まあ、そういうふうには思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとその辺もう車の開発も含めて、まあ、祖父江選手のファンも多いんで ね、 そうですね、やっぱりちょっと世界戦での活躍もみんな期待してると思いますので、はい、祖父江さん意気込みをお願いします。そうですね、まあ世界選手権ここまで準備してきて、でまああとはドライバーが最後やりきるだけなんで、まあ社長の気持ちにもだし、みんなの期待にも応えれるように、まあ、全力で頑張りたいなっていうふうに思っております。あ、いや、ありがとうございます。じゃあちょっと次回の ETS とその後のイタリアの世界戦ということで、はい、レースの方も期待してますので、はい、はい、じゃあ今日はお二人さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。